日本時間9日未明に行われたメダルをかけた準決勝で、世界ランキング2位の日本が同3位のドイツを3対1で撃破。4大会連続のメダルが確定した、シングルス戦で左手首を故障したエースの早田ひな、24、はこの日も第1試合のダブルス戦に起用され、鋭い、チキータ、を放つなど順調に回復しているのは明るい材料だが、 いくらメディアが難敵ドイツを下して銀メダル以上が確定。と騒いでも、決勝の相手はあの中国である。頂上決戦は日本時間8月10日22時に行われ、男子決勝の中国対スウェーデン戦は9日22時開始だが、すでに中国の全5種目制覇は決まっていると言っても過言ではないだろう。今大会の中国は、 孫英里のペアで混合ダブルス、服、を制した男子の世界ランク1位の大祖金が、報道カメラマンにラケットを折られるアクシデントで翌日のシングルス、単、戦でまさかの敗退となったが、代わりに中国の阪神刀が部位、指定席、だった男女単の金、金こそ消えたものの、混合服、 男女団体を含めて5つの金を中国が独占することは分かりきっていたことだ。今更だが、1988年ソウル大会から採用された五輪卓球における中国の強さは半端ではない。男子単は今大会で5連覇。8年北京大会から始まった団体も前回の東京大会まで4連覇で男女とも5連覇は固い。 女子単も今回で V10 を達成した。北京大会で男子単の3つのメダルを独占。女子単もソウル大会に続いて3つのメダルを獲得すると、国際卓球連盟がこれを問題し、中国の表彰台、選挙を防ぐため、12年ロンドン大会から各国の単枠を2人に減らしたほどだ。それ以後、他国は、おこぼれ。 の銅メダルでも大喜びしているのが現状である。だからだろう。前回の東京大会から採用された混合ダブルスで水谷隼伊藤美誠ペアが中国を破って金メダルを手にした際、中国国内では金属占の批判を交わすため、開催国の日本に花を持たせたんだ、という声もあったという。